お世話になっております。YouTube の時間でございます。今日はですね、板金屋さんにおすすめのお役立ちアイテムがあるので、ご紹介していければと思います。でクリアをね、垂らしてしまった時のお役立ちアイテムがあるので、ご紹介していきたいと思います。まあ今まではね、こういうトレブロックみたいな硬い板に、このトレカット800番、まあね、こういうトレカット専用のやつでもいいんですけど、トレブロックにトレカットをつけて、こうやって削ってタレをなくしてたと思うんですけども、まあね、平面とかだったらすごい楽でいいんですけど、角とかちょっと入り組んでる場所っていうのはね、やっぱこうやりづらいんですよ、どうしても。でこれを簡単にするアイテムっていうのがあるのでご紹介していきます。でそのアイテムっていうのがこのプロクソンのペンサンダーですね。正式な使い方っていうのは分かんないんですけど、まあ、例えばねプラモデルとかね、細かいところのバリを取ったり、そういう細かいことができる商品なんですけども、これがタレを除去するのにねすごく使えるのでご紹介していきたいと思います。で今回ねわざと垂らしたものがありますので、それで試してみたいと思います。でね、ここわざと垂らした感があるので、これでちょっと試していくんですけども、はい、試してみたいと思うんですけど、まあ現状だとねちょっと動画だと分かりづらいですけども、こう縦にこう垂れちゃってる部分があるので、一箇所だけここ今削ってみたいと思います。じゃあまずね手からここで削ってみます。はい、今ねここちょっと真ん中だけ削ってみたんですけど、まあ削るとねまだ分かりやすいかなと思うんですけど、でこれはこのトレブロック S に800番のトレカットをつけて手で削ったところがこんな感じですね。じゃあちょっとこっち側にもタレがあるので、こっち側をペンサンダーで、このねペンサンダーで削ってみたいと思います。はい、今ねこのペンサンダーでこの真ん中だけ段差をなくしてみました。こっちはね手で真ん中だけ段差をなくしてみました。じゃあこれの違いって何かっていうと、もうここの削った範囲がね全然違うんですよ。でこのペンサンダーの方がもちろん早く削れるっていうのもあるんですけども、まあそれよりもね範囲が広くなってしまうか狭くなってしまうかっていうところがね、僕これはねすごい使えるなと思ってね、紹介したいなと思って動画にさせていただきました。でね、ここからまた番手を上げて2000番3000番とかねまで追い込んでから磨けばね、ここのタレっていうのはなくなるんですけども、この手でやった方ってどん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 範囲が広がってっちゃうんですよね。じゃあ800番はここで、その次はもうさらに上、さらにその上の番手になるとどん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 大きくなってしまうので、最初からこの800番はね一番ちっちゃい方がいいんですよ。なのでこのねペンサンダーめちゃめちゃ使えます。僕ねこれを買ってからタレが怖くないですね。結構バンパーとかの複雑な形状とかでね、下の方から何回か塗り込まなきゃいけない時とかはやっぱ怖いんですけど、まあ、この存在があるんで結構強気にツヤを出していけるっていうところはあります。で板金屋さんだったらねこの違いってねだいぶ大きな差だと思うので、ぜひ使ってみてほしいです。ちなみにねこのプロクソンのペンサンダーご提供されていません。はい、自分でねもちろん買ってますんでね。で僕がねいいと思ったものだけを紹介してる YouTube になりますんでね。Amazon で6000円ぐらいで売ってるので、まあ、すぐに元は取れるような金額だと思います。で今回はですねこの板金屋さんに楽をしていただきたくて、まあねこういった便利グッズをね共有できればなと思って紹介させていただいたんですけれども、まあ普通の人が見ても、そんぐらいなんだみたいな、多分そんな反応だと思うんですけども、僕はこれ何かの動画で見た時にすごい、あこれ速攻買った方がいいなと思って買わせていただきました。でね、ちょこちょここういったいろんな人が使ってないけど便利なもんっていうのはね多分あると思うので、僕も紹介していければと思いますし、もし何かあればね教えていただければすごく助かります。ということでね、ちょっと簡単な動画にはなってしまったんですけども、まあ一人でも役に立てればいいかなと思ってご紹介させていただきました。でね、コメントの方でもねどん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 意見いただいて、まあこんな商品がいいよとかねなんかあればご連絡いただければと思います。でどんどんねお役立ちアイテムとかもね紹介していければと思いますので、チャンネル登録の方もお願いします。グッドボタンもお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。次はこんなね結晶塗装だったりラストブリザードっていうね商品もあるので、これもちょっと紹介していきたいと思います。ちなみにこれ僕買ってますので、使ってみてあんま良くなかったら紹介しないと思うんで、よろしくお願いします。